妙高寺は東京都世田谷区北カラス山にある寺院である。日蓮宗に属し、本山は三信山工藤寺、三郷王、現立山という。旧地は浅草橋上で関東大震災後の1926年にカラス山の現在地に移転した。妙高寺はカラス山寺町を構成する26の寺院の一つで、所院は 旧アリス川の宮邸の書斎を移築したものである。京王線の千歳カラス山駅から、甲州街道を過ぎて寺院通りのある、北方向に歩くと、約15分でカラス山寺町に入る。最初に出会う寺院が、妙高寺で、寺院通り一番バス停のそばにある。カラス山寺町の中ではこの寺院のみが、千歳カラス山駅から見て、中央自動車道の手前に位置している。 日練習に属し、本山は、身延山工藤寺、三号王、律立んという。明光寺については、関東大震災を含む、数回の火災によって、記録を消失した上に、歴代の住職も天獣が多いとのことで詳細は、不明な点がある。創建は1625年4月に遡り、首、玄院日立が、浅草今戸に解散したと伝わる。 五内海光続編という資料には、安房国庁教群、小港誕生地末浅草橋場町原立山、妙高寺境内1129坪、内360坪、五除地、760坪年口、外780坪持ち天年口、東中津原院当時廃寺と記述されていた。1771年に火災による、累商被害を受け、 1809年に再興したという。中高解散は、徳川幕府第11代将軍、徳川家成の時代で、第7世住職美臣の頃である。伝法の改革を推進したことで知られる老中、水野忠邦が帰還し、その着手である、水野忠清が4000坪の辞書とななどうを寄進して、以後妙高寺は、水野家の江戸における、 祈願書の役割を担うことになった。その後1922年5月に失火による火災を起こし、翌1923年9月1日には関東大震災に遭遇して時報などを消失した。震災当時の住職は第27世吉田正弘氏で震災後の1927年にカラス山の現在地に移転し、本堂を建立している。 次の第28世移住職吉橋海洋は、栗の建設と書院の移築を行った。この書院は、旧アリス川の宮邸の書斎を移築したものである。妙高寺は、世田谷区教育委員会が1978年4月1日から1981年3月31日にかけて実施した、世田谷区社寺調査の対象となっている。歴史の項ですでに述べた通り、 本堂は1927年の移転後、第27世住職、吉田勝広氏によって建築されたものである。本堂は、東北の方向に向かって立ち、建築当時は本堂及びその向かって、左側に住職の住まいが立っていた。本堂と栗及び書院は渡り、廊下で胸続きになっている。2010年2月、耐震改修工事を実施し、 ハイブリッドチタン武器の屋根を持つ建築物となった。栗の建設と書院の移築は第28世住職吉橋海洋によるもので、書院はかつて旧アリス川の宮邸の書斎として使われていた建物であった。吉橋は不教師として名高い人物で、その縁からこの書斎を譲り受けて妙高寺の書院として移築したものと推定されている。書院は桁行き十二尺。 両行二十六尺の入りもや作り、瓦葺吹きの建物である。十畳ほどの部屋が三室直線に配され、畳敷きの広園がその周囲を回っている。建築年代は不明とされるが、昭和期以前のものと考えられている。当初の所在地は、有栖ス川の宮記念公園と推定されている。この建物は、世田谷区教育委員会によって、世田谷区社事調査の対象となった。 妙高寺には、水野家の家を受けた縁によって、水野忠清やその子、忠広をはじめとした水野家代々の墓がある。ただし、忠国は、国元の山形に葬られているという。墓地の入り口付近には、江戸時代中期の尊皇論者として知られる藤井右門が葬られている。1766年、藤井は、 無本人として捉えられ、翌1767年に獄門にし寄せられた。その他に、日本画家の早見御衆、今村志向、小村節体、執行家、牧江氏の川野内町なども、妙高寺に葬られている。世田谷役社寺調査では、釈迦如来坐像、多方如来坐像、日蓮商人坐像、仮定森津像の調査結果を公表している。釈迦如来坐像と、 他方如来座像は、本堂の脇段に安置されている像で、いずれも江戸時代の作、一木像である。釈迦如来座像の式な数つらと仮面には、千鳥、豊か寺、三木の富士などの人名が牧書されている。これらの人名は、妙高寺が浅草にあった時に、像の造留のために寄進した人々と推定されている。日蓮聖人座像は段下から1974年頃に、 寄進されたもので、寄席作りである。台座裏に牧書で、高家三馬年95歳、高七作との記入が見られ、1846年の作であることがわかる。仮定森一像は一木像で、寄進型で造像,像をされている。この像は、岩座底部に残る牧書より、1864年の作と判明している。百四十三年五月十八日、 妙高寺は、来賓として、当時の東京市長、岸本綾夫と世田谷区長の河野光生を迎えて、藤井右門の墓前祭を執り行った。この時の住職吉橋海洋は、優れた書家でもあり、祭壇に飾るため、藤井の辞世和歌を記号した。藤井の辞世は、越方の思いやられていたのが、こう昔を忍ぶ、夜半の吹けゆくというものである。この書、総書、 藤士右門寺聖和歌は、2010年の世田谷区立郷土資料館特別展、カラス山寺町に、早見御集作の白椿図などと共に出品された。明光寺は、その他に、佐藤一斉、佐久間正山、山形有友などによる書や変額なども増している。これらの書などの一部も、世田谷区立郷土資料館特別展、カラス山寺町に出品された。 AB、長京群及び、玄立山は、カラス山寺町干末資料編収録、五府内備光族編の表記に従った。旧有栖川の宮邸が、有栖川の宮記念公園にあった時期は、1896年から1912年までである。式季なと読み、仏像の台座を構成する一部分である。ありがとうございます。